こんにちは、小林圭です。今、アッパーズとローアーズのセッションしました。この動画は多分2日3日間ぐらいのサーフィンかなということで、最近ドライバー 2.0、 これ最初に乗ってたんですけども、この板最初ちょっと説明したいと思います。みんなこの続き見てほしいです。この板は5-4 のドライバー 2.0 のスコアシテールなんですよ。本当に俺、クイバーで、サーフボードのクイバーでロストで、多分2本、3本ぐらいしかスコアシテールなくて、いや、最近これマジで乗ってて、アッパーズで乗ってて、めちゃくちゃ調子よくて、結構ハマってるんですよね。ワックスもいつも通り汚れてます。これは多分フーワックス10個かな。12個かな。結構。最近サーフィンしてるから。でも、この板は、5-4 の 18.32 の 2.33 の 24.75 のリッターです。25のちょっと下ですね。ちょっと なんか最初持った時、ちょっと薄かったんですけども、なんか、4回目、5回目サーフィンして、なんかカービングするときになんかめちゃくちゃ踏めて、エアもめちゃくちゃ決まるし、レイバックも超決まるし、もう本当になんかマジックボードですね。最近の中でこの板は。これは、ちょっと当たっちゃった。5-4 で、いつも使ってる H4 のラージの SCS のフィン使ってて、いや、このフィンはもうマジで最高です。で、オンナミッシュのリースで。でも、今で、そうですね。この板は、これから続き、説明するんですけど、これはスコルピオンベイで優勝した板なんですけど、ちなみに、それ見てない方は、それチェックしてほしいです。まあ、でもこの板は、もうちょっと早く乗ればよかったなと思って、部屋中にずっと置いといたので、いや、これはもう、多分試合に取っとこうかなって、ぐらい調子いいので、試合で取っとくって意味は、そうですね。もう試合までには乗んないっていうことで、でももう調子いいから乗ろうかなってなっちゃうんですけども、やっぱり調子いい板は試合までには乗んない方がいいと思うので、スコアしているこれから、もっとオーダーしようと思います。めちゃくちゃ調子よかった。なんか自分でもなんかできるサーフィンをできてめちゃくちゃ嬉しいです。で、これは本当に分厚いんですよ。真ん中が超分厚いんですよ、ほら。レールラインが。これは、5-4 の 18.32 の 2.45 の 25.5 リッターのラウンドテールですね。これはラウンドテールで、さっき説明した板はスコアシテールです。スコアシテールとラウンドテールがどこが違うって言われると、ラウンドテールは、カービングもっと長くホールドできる。なんか、ラウンドハウス、こうやって回って、バーンと当てるときに、ラウンドテールの方がいいなと思います。で、これは、ドライバー 3.0 です。ここにある板はドライバー 2.0 で、これはドライバー 3.0 のラウンドテール。ワックス、さっき取って、ちょっと、まあ、綺麗な方です、これは。まあ、本当に、今回はサーフィンだけだったんですけど、最後ちょっとトークしたんですけども、これからも YouTube、サーフィン最初を見たくて、最後トークを、サーフボードのトークを見たかったら、そういうコメントも入れておいてほしいです。今は家でこの YouTube 撮って、そうですね、バードが、泣いてる、お母さん探してるのかな。こんにちはって言ってる、俺に。でもまあ今回は YouTube はこんな感じで終わるんですけども、板の説明はドライバー 2.0 のスコアシテールはちょっと薄いくてもターンできるっていうことで今回は分かったので、ドライバー 3.0 この板めちゃくちゃ分厚くて、これはもう試合までにもこの2本早く試合やりたいなと思うので、次の試合多分8月の終わりぐらいかなっていうことで、今年も JPSA も出ようと思うので、出れる試合を頑張ってみんなの日本の方にも会いたいので、これからも YouTube でこれからも俺のアスレチックストレッチャー結城さんと
ズームでストレッチングのやつをやろうと思うので、ぜひそれも興味あったら、この動画をコメント入れておいてほしいです。今回、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。この動画をライクして、チャンネル登録と、インスタグラムフォローと、コメントもよろしくお願いします。週に1回、週に1回、頑張って YouTube を載せようと思うので、ミスったらごめんなさい。でも、俺、これとサーフィン、トレーニング、氷、全部リカバリーやりながら YouTube も作ってるので、結構、時間もかかるので、YouTube は、自分でも頑張って作って、ポキさんにも、字幕入れてもらって、ここの下に全部字幕書いてあるのはポキさんがやってるので、ポキさんも、仕事もあるので、仕事終わってからもエディットしてくれてるので、本当に感謝してるので、こんな感じで、そうですね、YouTube は、2万人行きたいね、今年。そうですね。まあ、なんか、次の動画は、こういうサーフィンの動画見たいなとか、街とかなんか見たかったら、興味あったら、コメント入れて、チェックして、これからも YouTube 作ろうと思います。じゃあ、次の木曜日で待ってます。じゃあね !What's up everyone? It's Kei Kobayashi. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys enjoy the surf clips. The waves were so much fun. That was uppers and lowers. I had a lot of fun. Thank you to all the filmers. My manager, John Oda, Evo Nate, Nathan Baker. We call him Evil Nate.And then Aaron Jesse for the drone clips. Just wanted to talk a little bit about my two boards I wrote at uppers and lowers. So in the first couple clips you saw with the painted board, this was a driver 2.0 Bylaw surfboards squash tail. And this was a 5.4, 18.32, 2.33, 24.75 liters. And it worked amazing. I've actually had this board in my room for quite a long time now.I just never rode it. It felt really thin, and you know, I'm stubborn as a surfer, and I've always been stubborn, but I'm trying to get out of that phase, you know, and trying a lot of different boards. And yeah, for surfboards, they can feel thin, but when you ride them, it's a completely different story. It could work really good. And a lot of the tour guys I see, like the World Tour, the boards are super thick, but they're really tapered off.So this is how it is. It's pretty thick in the middle and super tapered off, as you can see. And it worked really good. And I was so surprised on how well it went. And it was actually a squash tail. And a lot of my boards I have recently are all round tails, driver 3.0s. So it was a good change to mix it up with a squash tail. It worked really good. I felt like I was surfing better, to be honest, on this surfboard than this board. This board is actually my current magic board.So it was a good change to have this board work so well. And yeah, I'm excited to ride this in the comp someday soon. Hopefully like in August or something, it looks like. But yeah, it's been a good couple of weeks. A lot of surfing, a lot of training, a lot of recovery, ice baths. Thanks to Yuki for all the stretching. Yuki is my athletic stretcher. He stretches me twice a week. I'm able to feel good and look good. So that's,always a bonus. But yeah, I've been feeling really good, staying on my program, waking up at 3 a.m., getting in my ice bath at 3:30 a.m., and then working out from like 4 to like 6:30, doing some mobility stretching after that, and then going straight to surfing all day and getting clips for you guys. So yeah, I'm stoked to be back on my program, feeling really good mentally and physically. Yeah, it's just enjoying the ride andYeah, I'm stoked. I'm back posting YouTube videos. It's a lot of work with focusing on that. And then obviously life, you know, life is, we're all going through something. So it's a lot of work, but I enjoy doing these videos for you guys. I hope you guys enjoy them as much as I do. And then, yeah, so this was the board I wrote at Lowers. This is a driver 3.0 round tail by Lost Surfboards.And it is a 5.4, 18.32, 2.45, 25.5 liters. So it's a bit thicker than the driver 2.0. You can see a little bit. I think it's really thick in the middle. This is the board I rode in Scorpion Bay and won that. Yeah, so this is currently my favorite board I have right now. I haven't ridden it since the Scorpion Bay event because I just want to keep it on ice.As surfers, we like to say keep it on ice means, yeah, just keep it on ice and
don't ride it until competition day. Yeah, my boards have been working really well. Thank you to Matt Bialis, Gian, the whole crew at Lost Surfboards. I recently changed my quiver about a year ago, and it was the best change I've ever made and had made for me. I'm stubborn, like I said, but yeah, to have surfboards that work so well, and I'm able to do what I want to do on the wave, and that's everything. Yeah, I'm just really happy with how everything's going. So yeah, just enjoying the process. Got good boards, my body's feeling good, and the mind feels right. So yeah, thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoyed it. If there's other kind of videos you want to see on my YouTube channel, please let me know. Please leave a comment below what you want to see. I read every single comment. I reply to every single one. So I'm looking forward to seeing you guys' comment. And yeah, if you could like this video, follow my YouTube channel, follow me on Instagram, and like this video, it really helped me out. And yeah, I'll see you guys next Thursday. Let's go.